皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。今回はですね、久しぶりにサプリメントを私の方から紹介させていただこうかと思いまして動画を撮っています。今回紹介するサプリメントは B レジェンド超増量でございます。どこがいいのか、どこにこだわって開発をしたのかというところをですね、お話をさせていただければなと思います。この超増量というのは、名前の通りですね、体重を増やしたい方、筋肉を増やしたい方に取っていただきたいサプリメントでございます。しっかりトレーニングをしてご飯も食べてるんだけども体重は増えないという方は、どこに問題があるのかというと、まあ乱暴な言い方になるんですけど、頑張って食べてるのかもしれないですけど、それでもやっぱりまだ食べる量が足りない、摂取カロリーが足りない、そんな時にですね、ぜひ力を借りていただきたいというのがこの B レジェンド超増量になります。体重を増やすためのサプリメントなので、とにかくですね、お客様がカロリーをしっかり取れるように設計をしたサプリメントなんですけども、なんといってもですね、1食あたり1000キロカロリーを超えるカロリーというのが、まあ一番の特徴でございます。まあ1000キロカロリーというとですね、お肉のおかずがドンと乗って、大盛りのご飯がドンと乗ってるぐらいの定食想像してください。それぐらいのカロリーを、まあ飲むだけで摂取できるということなんですね。まあただしこの1食分という量もですね、かなり多めに設定してあります。 B レジェンドのプロテインだと1食あたり 30g ぐらいが1食分の目安量になってるんですが、こちらはですね、黒スプーン6杯分で 200g を1食分というふうにしてあります。やはりですね、カロリーをしっかりとっていただきたいので、どうしてもですね、飲む量が多くなってきてしまうということなんですね。一度にねスプーン6杯も飲めないという方は、量を調整していただいて少し少なめにしていただいても全然構いませんので、1食分のね量がプロテインとは違うんですよということだけ説明をしておきます。この超増量、カロリーをしっかり取れるように工夫した点がですね、2つありまして、まず1つ目なんですけども、炭水化物の量をプロテインと比べて多くしてあります。タンパク質というのは、まあ皆さんご存知ですね、筋肉を作っていくのに必要になる栄養素ではあるんですけども、体のエネルギーになったり、トレーニングで鍛えた体をしっかり回復させる時に重要になってくる栄養素っていうのは炭水化物なんですね。体重をしっかり増やしていきたいっていう時はですね、タンパク質はもちろん炭水化物をしっかり取っていく、増やしていくっていう必要があるんですね。まあタンパク質の必要量というのは、体重が少ない方でも多い方でも体重1キロにつき 2g ぐらいが、多く取ってもそれぐらいでいいんじゃないかなというのが、まあ今のまあメジャーなねところではあるので、それ以上ですね超えて体重かける 3g とか 4g とか取ったところで、どんどん筋肉がつくかというと、そういうわけではないんですね。タンパク質をですね、どんどん増やしていくというよりは、炭水化物を増やしてあげて体を動かすためのエネルギー、回復させるためのエネルギーというのをしっかり体に入れてあげるという方が、効率よく体重を増やすのには向いているということで、その炭水化物をしっかり取れるようにプロテインに比べてですね、炭水化物を多く入れてあります。1食 200g あたり炭水化物が 101.3g ですね。 30g に直してみると炭水化物 15g ぐらいになります。 B レジェンドの普通のプロテインだとですね、炭水化物量がまあ多いものでも 5g ぐらい、 3.5 から 5g ぐらいの間だと思ってください。それと比べるとかなり炭水化物の割合が多くなります。これはですね、弊社管理栄養士のスタッフもおりまして、実際にですねスポーツ選手に対してですね、栄養指導なんかも行っている中で、まあこれぐらいの炭水化物量にしておくのが、まあ一番体重を増やすのに効果的ではないかということで、これぐらいの炭水化物量を配合をしておりますというところが、まずですね普通のプロテインと違って体重を増やしたい方におすすめのポイント、1つ目ですね。2つ目なんですけども、よりですねカロリーを効率よく取れるように、脂質の量もかなり多めに入れてあります。ウェイトゲイナーと言いますけども、体重を増やしたい方におすすめのサプリメント、他社さんの同じようなサプリメントと比べても違うところかなと
というふうに考えています。タンパク質、炭水化物、脂質、まあこの3つをですね3大栄養素と言いますけども、カロリーは一緒ではないんですね。タンパク質と炭水化物は 1g あたり4キロカロリーなんですが、脂質は炭水化物、タンパク質の2倍以上カロリーがありまして、 1g あたり9キロカロリーあります。ということは同じ量を摂るのであれば、炭水化物、タンパク質よりも脂質を摂った方がよりたくさんのエネルギーが取れるので、それだけですね効率よく増量ができるということになります。脂質の量、1食 200g あたり 49.6g、 約 50g ですね取れるようになっています。プロテイン1杯と同じ 30g あたりの量に直してみると、 30g あたりだいたいですね 7g から 8g ぐらい入っている計算になります。 B レジェンドのプロテインですと脂質の量って、まあ 1g から 3g ぐらいの間ですので、プロテインと比べるとやはりかなり多めの脂質の量になっています。それだけですね効率よくカロリーを取れるということになっているんですけども、脂質なんですが、まあ一つ欠点がありまして、油なんでですね体脂肪に変わりやすい、エネルギーとして使われづらいという欠点があるんですね。まあそのためですね他社さんのウェイトゲイナーなんかにはあんまりこう脂質が入ってなかったりするものが多いんですけども、この欠点をですね解消するために B レジェンド超増量にはですね MCT オイルというものを配合しています。このMCT オイル、どんな油かと言いますと、中鎖脂肪酸と、まあ、日本語では言うんですけども、簡単に言うとエネルギーになりやすい脂質なんですね。最近はですねよく普通のスーパーにも置いてあるようになったので、目にしたことがある方も、まあ、たくさんいらっしゃると思います。健康的な脂質としてですね広がりつつある種類の油なんですけども、この MCT オイルですね普通の油に比べてエネルギーとして使われやすいという特性がありますので、しっかりですねカロリーを取りつつもそのカロリーが体脂肪になりにくいような、しっかりエネルギーとして使われやすいような原料を使っています。ここが B レジェンド超増量の大きな特徴、2つ目になります。ということでですね B レジェンド超増量の2つのですね特徴をご紹介させていただきました。でここからはですねおすすめの飲み方の説明をさせていただくんですけども、プロテインと同じように食品ですので、いつのタイミングで飲んでいただいても構いません。ご自身の食生活に合わせて食事が取りづらいタイミングで飲んでいただくというのが一番ではないかなというふうに思います。例えば朝バタバタしてしまってなかなかですね、しっかり朝食が取れないというような方、私もそういうタイプなんですけども、しっかり朝から食べられないという方は朝食代わり、または簡単な朝食にプラスして超増量を飲んでいただく。こうするだけで朝からですねしっかりカロリーが取れるので、それだけですね増量しやすくなります。あとは小腹が空いた時の間食ですとか、部活なんかでねスポーツやってる方は運動終わった直後なんかに飲んでいただいてもいいかと思います。あとは寝る前ですね、やっぱり寝てる時というのは食事が取れなくてどうしても栄養不足に陥りがちですので、寝る前に超増量を飲んでいただく。脂質が入ってる分吸収もゆっくりになりますので、しっかりですね時間をかけて体に吸収されてくれて栄養不足に陥ることはないので、寝る前に取っていただくというのもおすすめです。このような形で、まあ、ご自身の生活スタイルに合わせてなかなか食事が取りづらい時に飲んでいただくと、無理なくですねエネルギーを取ることができるのではないかなというふうに思います。そしてですねこの超増量に限らず、 B レジェンドのサプリメントに関する質問でよくいただくのが、どれぐらいの年齢から飲めるのかということですね。運動してるお子様を持ってるね親御さんの方々からですねよく質問をいただいたりするので、それにもお答えをしていくんですけども、基本的にはですね原材料に表示されているものにアレルギーがなければ、一応ですね何歳からでも飲んでいただけます。主な原料としてはやはり乳製品になりますので、乳製品に対するアレルギーとか乳糖不耐症といった症状がなければ小さいお子様でも無理なく飲んでいただけるんですが、このサプリメントの特性として食べても体重が増やせない方へのサプリメントとなってますので、
で、まあ、小学生ぐらいまでのお子様であればウェイトゲイナー系のサプリメントを飲んで無理やり体重を増やすというよりは3食の食事ですとか、それに加えて補食、栄養学ではですね補食と呼んだりします。そういったしっかりね噛んで食べる食事でバランスよく栄養を摂取できるようにしてあげるというのが一番ですので、できればですね中学生とか高校生ぐらいの年齢から腸増量は使っていただくのはいいのかなと個人的には考えています。飲めないわけではないので、小学生のお子様でもですねこの味が好きで飲みたい方がいればですね全然飲んでいただいて構わないんですけども、体重を増やすためにこう無理やり飲ませるようなものではないかなと思います。特に中学生高校生ぐらいからですね、やはりなかなか体重が増えないっていうような悩みを持っているお子様とか親御さんが増えてくるような年代になってきますので、やはりそういうことを考えてもですね中学生とか高校生ぐらいからこういったウェイトゲイナーの導入を検討していただくっていうのが個人的にはおすすめです。で、ここまでですね説明をしてきた腸増量なんですけども、注意点もありまして、全員ではないんですけども、やはり1回分の分量がかなり多くなるということと MCT オイルの量が多くなってしまうので、体質によってはですねお腹が緩くなってしまう方もいらっしゃいます。特に MCT オイルなんかは消化吸収が早い分ですねどうしてもお腹が緩くなりやすいというふうにも言われています。なので慣れないうちは規定量の半分ぐらいの量とかですね、もうちょっとこう様子を見ながら体に合うかどうか見たいということであればスプーン1杯とか2杯とかそれぐらいの量から始めていただいてもいいかもしれません。いずれにせよですね一度に 200g スプーン6杯飲んでしまうと体質によってはですねお腹が緩くなってしまう方もいらっしゃるかもしれませんので、ご自身のですねお腹の調子と相談していただきながら様子を見ていただければなと思います。今回はですね B レジェンド腸増量をご紹介させていただきました。いろいろな B レジェンドのですねこだわりが詰まった、特に食べても体重が増やせない、部活なんかで毎日ハードに動いていてなかなかこう体重が増えない、まあコンタクトスポーツをやっていてなかなか体重が増えないとかですね、筋肉増やしていきたいけども食べる量が増やせずになかなか筋肉が増えてる気がしないというような方にはぜひとも飲んでいただきたいサプリメントになってます。で、興味のある方はぜひご購入よろしくお願いいたします。腸増量の他にもですねこんなサプリメントを紹介してほしいとかですね、このサプリメントいまいち使い方がわからないというようなものがあれば、またですね動画で解説をさせていただきたいなと思っておりますので、コメント欄に書き込んでいただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。